前の野望を打ち砕くため俺が相手をしよう。オベリスクブルーのカイザー丸藤亮が。闇のデュエルを始めようか。デュエルだ。俺のターン。カードを1枚伏せてターンエンド。私のターン、ドロー。私はトラップカードを3枚セット。私は3枚のトラップカードを生贄に入れよ。第一の幻魔深淵を撃れや。なんだ、何が、火山の噴火、火柱なのね。いや、中から何か。単幻魔の一つ深淵を撃れや。リアの特殊効果発動、トラップディストラクション。単幻魔にトラップは通用しない。通用するのは発動ターンのマジックのみ。そしてウリアの攻撃力はうちのトラップカードにより決定する。私の墓地にあるトラップカードは3枚。よってウリアの攻撃力は3000。ウリアよ、その雑魚を焼き尽くせ。ハイパーブレイズ、モンスター効果発動。サイバーフェニックスが破壊された時、デッキからカードを1枚手札に加える。私はこれでターンエンドだ。行くぞ、俺のターン、ドロー。俺は3体のサイバードラゴンを手札有効。現れるサイバー竜王妃、サイバーエンドドラゴン、なるエボリューションバースター。だが、この私のターン、お前は三幻魔の力の前に絶望を味わうことになる。ドロー。私は深淵のウリアの特殊効果を発動。手札のトラップカード、シェンバーストを墓地に送る。あれは、まさか。深淵のウリアの特殊効果の一つ、手札のトラップカードを墓地に送ることで墓地のウリアを蘇生させる。私はこれでターンエンドだ。俺のターン、ドロー。俺はカードを3枚伏せる。私のターン、ドロー。ウリアの特殊効果発動、トラップディストラクション。フィールド魔法失楽園。このフィールド魔法がある限り、ワンターンに一度、私は2枚のカードをデッキから手札に加えられる。私は2枚3枚のマジックカードをセット。見るがいい、これが第二の幻魔、フィールドの3枚のマジックカードを生贄に。サイバーエンドドラゴンを元に戻す。行け、ゴロイモン。くらい、失落の霹靂。さらに、波紋の特殊効果発動。アモンはモンスターを破壊した際、相手プレイヤーに1000ポイントのダメージを与える。そして三幻魔は私に永遠の命を与え、私はこの地上で神となることができる。お
こんなものはもういらん。俺はついに取り戻したこの若さを。このに壺を発動。カードを2枚ドローする。そして手札から強制転移を発動。マジックカード天使の施し。行くぞ俺のターン。俺はワンターンに一度デッキから2枚のカードを手札に加えることができる。ドロー。カードを1枚伏せてターン。私のターン。そしてマジック発動。現場の宣教者。場にウリアとハモンがいるとき、手札2枚を墓地に送り、現場の宣教者トークン3体を特殊召喚する。許さんぞ。ゲンマをコケにした罪、その身をもって償ってもらおう。フィールド上の3体のゲンマの殉教者トークンを生贄に最後のゲンマを召喚する。いでよ。そして最強の姿を現せ。最強のゲンマ、ゲンマをラビール。からの戦闘ダメージを受けた時に発動。デッキからカードを1枚墓地へ送るごとにダメージを100ポイント軽減する。俺が捨てたカードは30。よって3000のライフダメージを創生する。さらにウリアの効果を発動。手札のトラップカードを捨て蘇れ。深淵をウリア。俺のターン、ドロー。速攻魔法、サイバルティックフュージョンサポート。ライフの半分をコストに機械族モンスターを融合召喚するときに必要なモンスターをこのカードで代用
によって特殊召喚されたモンスター攻撃力が2倍になる。地獄をさまよう築き上げたサイバー流の全力狂うがいい。サイバーエンドエターナルエボリューションバースター。バカな三元魔が破れた。